ヨハネス・シュタインホフはドイツの軍人。第二次世界大戦では敵機178機を撃墜し、ドイツ空軍のエースパイロットの一人に数えられた。戦後はブランク機関の一員として再軍備に携わり、ドイツ連邦軍が設置されると再建された空軍の士官となった。優れたリーダーとしてアメリカ・イギリスでも評価されている。 1971年1974年、北、大西洋条約機構軍事委員会委員長を務めた。第二次世界大戦中のヨハネス・シュタインホフ、ボッテンドルフに製粉業者の息子として生まれる。ロースレーベンの学校を卒業後、イエーナ大学で、言語、哲学を学び教師を志すが、経済的理由から中退。21歳で、 ドイツ帝国海軍に入り操縦士としての訓練を受ける。1936年に新設のドイツ空軍に移籍し、第26戦闘航空団に配属される。バトル・オブ・ブリテンで中隊長となり、それ以降戦線の拡大とともに、ロシア戦線で2、JG52 飛行司令官として戦った。1945年1月。 ヘルマン・ゲーリングに戦闘機体操官の職を追われたアドルフ・ガーランドのためにシュタインホフやギュンター・リッツを大さら飛行団長はゲーリングを弾劾した。それによって認められた1945年3月、ガーランドの精鋭部隊第44戦闘団に参加した。第44戦闘団はメッサー・シミット目262を集中配備された。 目262に登場したシュタインホフは、ついに我々は、それまでほとんど、立ち打ちできなかった、爆撃機の変態と、ただ戦うだけでなく、その粉砕さえ可能な手段を手に入れたのだ。と感じた。しかし、時すでに遅く間もなく、ドイツは降伏。出撃900回、打ち空戦200回以上、撃墜178機。一方で悲劇墜も10回以上ある。 終戦直前の1945年4月18日、米262での離陸時に蒸気のエンジン不調及び主脚タイヤのパンクが原因で事故を起こして全身をやけどの重傷を負い病院に搬送されてそのまま終戦を迎えた。顔にできたやけどの跡は生涯残った。1945年から1947年まで断続的に病院で 火けどの治療を受け続けた。退院後は、登校の修行を受け、1950年には、広告会社に入社。しかし、西ドイツが再軍備に備えて、ブランク機関を設置すると、退社して、ブランク機関の一員となった。欧州防衛共同体の交渉に相談役として、参加。1954年からは、空軍再建の責任者となった。 1955年11月、西ドイツの再軍備と共に大佐としてドイツ連邦軍に加入。1956年3月までアメリカで飛行訓練を受け、帰国後巡省に昇進。国防省第6局計画部長となる。空軍参謀次長を務めた後、ワシントン DC の北大西洋条約機構軍事委員会で西ドイツ代表委員となる。 1962年、少々に昇進。1963年、アウリヒヒの第4航空士団長。1965年、中将に昇進し中央連合空軍参謀長、及び副司令官。スターファイター義国のさ中、1966年に空軍総監に就任。征服組として国防省や政治家との調整に不信した。 1970年、ナトー軍事委員会委員長に選出され、翌年就任。大将に昇進し、3年間同職を務めた。1974年に退役しドルニエ社の監査役となる。1977年代表監査役に就任し、1983年まで務めた。ボンランコーバッハートベルクで死去した。彼の名前は、 ドイツ空軍第73戦闘航空団が1997年以降継承した。またかつてドイツ国防軍第2空戦学校だったベルリンガ島の兵舎は1994年10月にシュタインホフ将軍兵舎と改称された。鈴木五郎、激痛王列伝王空のエースたちの生涯三人一社、NF 文庫135から136ページ。 ありがとうございます。